バイオハザード例はカップコンより2002年11月21日に発売されたニンテンドーゲームキューブ用ホラーアクションアドベンチャーゲームバイオハザードシリーズの第5作である開発は当世とニューロンエイジ2016年に発売された HD リマスター版についても述べる本編シリーズとしては2000年発売の前作バイオハザードコードベロニカより 約2年振りの発売となる。ナンバリングシリーズとしては、1999年発売のバイオハザード3ラストエスケープ以来、約3年振りとなる。時系列としては、バイオハザードにて起きた、洋館事件の前日に位置しており、その中で起きていた出来事を描く、プレストーリー編。開発当初は、ニンテンドー64で発売される予定だった。また、2001年9月には、 ディレクターの三上真嗣により、バイオハザードシリーズをゲームキューブに独占供給するとの発表がされていた。2008年7月10日に Wii 版が発売された。対応するコントローラーが増えた他は、追加要素のない純粋一色作品であるが、ディスク容量増加によってプレイ中のディスク入れ替えの必要はなくなった。また、パッケージは GC 版がレベッカとビリーの背中合わせだったのに対し、 ウィーバンは二人が向き合っている。1998年7月23日、午後7時半。アメリカ中西部ラクーン森林地帯の中を走る、オリエント急行に類似した一本の列車、王道特急と、その列車を遠くの崖から見ている一人の青年があった。そして青年が両手を広げて朗々と歌い出すと、列車に次々と奇妙な形の生物がへばりついていく。 それらは車両の隙間から内部へ侵入し、乗客たちに襲いかかった。恐怖の絶叫が車内に響き渡る。乗客たちが息絶えてゆく間も歌い続けていた青年の足元には列車を襲った者と同じ回生物が無数に集まっていた。同日午後10時過ぎ、同じく森林地帯上空をーン死刑のヘリが飛行していた。最近多発している。 両奇殺人事件の調査のためである。人間が人間を食い殺すという異常性にもかかわらず、捜査は難航し、犠牲者が続出したことで、死刑は精鋭部隊、STARS の捜査投入を決定。2チームのうち、ブラボーチームがヘリで捜査に訪れたのだが、エンジントラブルに見舞われ森の中へ不時着してしまう。ヘリから降りた、ブラボーチームは、ほどなく、横転した。 軍用囚人護送車と MP 二人の死体を発見。護送されていた元海軍将尉ビリー公園が MP を殺害して逃走したと判断し、隊員たちは散会して、周辺捜索を開始する。侵入隊員、レベッカ・チェンバースは、奇妙にも森の中で停車している、王道特急と記された列車を発見し、逃亡犯が隠れている、可能性から車内に侵入する。 列車内にはゾンビ化した乗員や乗客が無数に徘徊していた。レベッカは恐怖に耐えながら列車内を探索するが、その最中に逃走中のビリー公園と遭遇する。レベッカはビリーを逮捕しようとしたが、ビリーは脱出のため協力しようと主張する。後に危ないところを助けられたレベッカはしぶしぶビリーと協力することにした。探索中に突如列車が発車したため、 二人は列車を止めるために奔走する。途中巨大なサソリスティンガーに襲われるも、辛くも、列車の停止装置を作動させ、列車は横転して停止した。二人は列車から降りた先の施設に進むが、そこはアンブレラの幹部養成所であった。レベッカとビリーは協力して入り組んだ。養成所内を探索するが、レベッカは危ないところを何度もビリーに助けられ。 徐々に本当にビリーは凶悪犯なのか疑問を抱くようになる。声は HD リマスター版で追加された日本語音声の声優。名前の綴り、年齢、血液型、身長、体重は特筆ない限り、バイオハザード霊解体進化機のキャラクターオブバイオハザード霊より、ヘリ不時着後すぐにレベッカと別行動になるため、作品内では彼らの詳しい足取りは不明。 最終的に生存者は全員洋館へ向かうこととなる。バイオハザード 0HD リマスターは2016年1月21日に PlayStation 3、PlayStation 4、Xbox 360、Xbox One、Windows 用に発売された。HD 画質への対応のためにテクスチャを作り直し、画面比率を16、9に対応している。また、 従来のラジコンのようなクラシカル操作とアナログスティックを倒した方向に直感的に移動できるアレンジ操作を切り替え可能。音声は英語と日本語を選択可能。サウンド面でも 5.1CH 化し高音質になっている。また新たにウェスカーモード新コスチュームも追加される。なお、海外版では日本語音声を選択できず、すべてエキストラコスチュームが 有料ダウンロードコンテンツとなっている。また、リーチハンターは、高ランクが低ランクも兼ねるようになったので A を1回取れば、いきなり全部の要素の解禁ができるようになった。解禁要素の一つである、無限段数モードは、一度解禁すると、そのセーブデータでは無限化前に戻せなかったが、無限化が適用された、セーブデータでの本編プレイ中に、オプション内に追加される、 スペシャルの項目にてバイオハザードごと同じくオンとオフによる切り替えが可能になった。難易度を問わずに本編をクリアすると解禁。このモードではビリーの代わりにアルバートウェスカーを操作可能。ただしストーリー展開は本編と変わらず移動やパートナーチェンジ時、戦闘中以外の音声はビリーのままである。またこのモードではレベッカのコスチュームが 黒のマリオネットという固有のものになる。キャラクターの性能に変化はなく、モード中では、ウェスカーと同じく他のコスチュームへの切り替えは、不可能だが、モードクリアで本編と、リーチハンターでこのコスチュームの切り替えが解禁される。また、モードクリア時のリザルトは、ランクの概念はなく、固有 CG とクリア時間の未表記される。ちなみに、このモードでないと獲得できないトロフィーもいくつか。 存在する。なお、本編での各制限時間内クリアで得られる、サブマシンガンとロケットランチャー、リーチハンターにて解禁した要素を記録した、クリアデータから、ウェスカーモードを始めた場合、これらの要素の使用や無限段数の切り替えが可能。ただし、未解禁の状態で、ウェスカーモードをクリアしても、黒のマリオネットのコスチューム以外は条件を満たしても、本編での要素は解禁されずは、 例外、ウェスカーモードのクリアデータを読み込んでも通常モードとリーチハンターはプレイできないので要素を解禁した本編データを残すには個別にセーブする必要がある。黒の失踪はバイオハザード後のマーセナリーズにおける迅速移動に該当するアクションで対応するボタンを押すとウェスカーが身構えボタンを離すとキャラクターが向いている方向に高速でダッシュする。 体勢を低くし完全に身構える前にボタンを離すとアクションのキャンセル、走行中は対応ボタンと方向キーでブレーキや方向転換も可能。ことは異なり走行中の攻撃判定は失われているが使用時に体力消費がないので無制限に使用可能。赤の斬撃は武器の装備の有無を問わず構え中に対応するボタンを押すことで ウスカーが力を貯めるような構えを取り、対応ボタンを離すと衝撃波を発し周囲の敵を攻撃する。威力は高く対応ボタンを押し続けることで最大4段階までチャージし、チャージすればするほどに攻撃範囲がアップする。ゾンビに対しては、どの段階でもクリティカルヒットが発生する。また、衝撃波を発する前に武器の構えボタンを離すとアクションをキャンセルできる。なお 最大チャージで敵を倒し続けるとチャージ時間が短くなるが約5分以上倒さない状態が続くとリセットされてチャージ時間が初期状態に戻ってしまう。本作ではレベッカのコスチュームが最初から複数用意されておりゲーム中に切り替えが可能。以下は国内版で最初から選択可能なものである。なおデフォルトのコスチュームは STARS2002 と紹介されている。ビリーにはオリジナル版例で入手できるジャケットの他に2種類の隠しコスチュームが新たに用意され最初から使用可能となっている。バイオハザード例 HD リマスターに関するカテゴリー。ありがとうございます。